やあやあ、ようこそいらっしゃいました。月刊心霊マニアの木村さんでしたっけ。遠いところまでわざわざ足を運んでくださいましてありがとうございます。私、担当の森井と申します。殺生石の話を聞きにいらっしゃったんですよね。あの石は栃木県は那須町の湯本にあり、観光名所になっております。観光協会のすぐ傍らにありますからね、迷うことありませんよ。行けばわかりますから。遊歩道を抜けた一番奥に鎮座増し増しているのが巨大な殺生石です。柵がしてあり近づくことはできません。というのもこの辺りには硫化水素、ヒ素、亜硫酸ガスなどの毒ガスが噴き出してましてね、長時間いると具合が悪くなってしまうんですよ。神社なんかじゃ祠や仏様によくお賽銭する人がいますよね。ここでも巨石や地蔵さんにお賽銭がたくさん置かれているんですが、効果はすぐに真っ黒になってしまうんですよ。それもすべてここの毒ガスのせいです。よく小狐が殺生石の周りで死んでたりもしますね。それはこれから話すこの石のたたりのせいという方々もおります。この毒ガスで死んでしまうんですよ。え、なんでわざわざ毒ガスが吹き出るこの石の周りで死ぬのかって。それはお狐様が小狐たちを引き寄せるなんて言われたりもしますが、実際はそんなことはありません。まあその方が木村さんにとっては記事にしやすそうですけどね。ここで殺されたお狐さんのたたりといった方が観光客の方の話の食いつき方も違いますからね。でも実際は違いますよ。冬になると寒いでしょう。動物も同じです。厚い毛皮を着込んでいても寒いもんは寒いんでしょうね。で、殺生石の周りはとても暖かいですから、小狐が温まりに来るんですよ。温まると今度は眠くなりますよね。狐も人間と同じですから、そのまんま気持ちよくなって眠ってしまうんです。眠ったまま毒ガスをたっぷり吸ってそのまま天国へというわけです。この前なんか熊の子が死んでましたからね。いやはやびっくりしました。お狐様のたたりだったら熊まで死にませんよね。まあ熊でさえ一晩で死んでしまうということです。だからここのお狐様はたたりで小狐や熊の子を殺したりはしませんよ。たたるとしたら人間ですかね。そうです、狐が死ぬのは毒ガスのせいですが、ここには本当にお狐様がいらっしゃるんですよ。そりゃあもう恐ろしい恐ろしい9本の尾っぽを持った化け物狐が。今からお話しするのはそのお狐様の話です。昔々中国は殷陽朝の時代のことです。時の皇帝中央の妃だった妲己を食い殺し、まんまと妃になりすました一匹の妖狐がいました。それが白面金毛九尾の狐です。顔は白く、体はまばゆいほどの銀色の毛に覆われ、その尾っぽが9本に分かれていることからこのように呼ばれたそうです。妲己になりすました九尾の狐は中央をたぶらかし、夫婦そろって悪さを働きました。そりゃあもう言葉では表せぬほど恐ろしい拷問の数々を生み出し、それを楽しんだといいます。しかし当時の中国は戦国乱世の真っただ中です。周の武王が殷を攻め滅ぼした時、この妲己も捕まり処刑されました。悪いことはできないもんですね。しかし相手は恐ろしい妖怪ですから、ただでやられるわけはない。妲己の首を切ろうとしても刀が折れるばかりでちっとも首が落ちないんです。そこで周の軍師だった太公望が妖怪の正体を見抜く魔法の鏡
昌磨経を脱機に向けた途端ひどく苦しみ、ついに恐ろしき陽子の姿を現したのです。正体を見られてはもはや逃げるしかない。高笑いを残し天空へと逃げ去る陽子に、太公望は逃がしてなるものかと真剣を投げつけました。しかしその真剣は陽子の体を三つに裂いたものの、打つことはできず逃げ去ってしまいました。なんとも恐ろしい妖怪ですね。その後陽子は天竺に渡り、ここでも反則大使の妃であった嘉陽夫人を食い殺して成りすまし、暴虐の限りを尽くしました。もうお分かりですか？九尾の狐という陽子は女の妖怪なんです。権力のある男の嫁となり、男をたぶらかしては悪事を働くわけです。天竺に飽きた九尾の狐はその後もう一度中国に渡り、悪事を働く機会を狙っていました。しかし一度正体のバレた中国ではなかなか隙が見つかりません。若者という美しい少女に化け、当時中国に留学していた吉備の真吉備をだまくらかして、一緒に遣唐船に乗り日本にやってきたのです。そして新たな地日本で一波乱を起こそうと企んでいたんです。そしてついにその姿を現したのが1100年頃のことでした。子供のいない武士の前に捨て子として現れたのです。陽子は水汲めと名乗り、大事に大事に育てられました。まあ陽子も日本のことは何も知らなかったわけですからね、勉強が必要だったんでしょう。素敵な女性にならないといい男も振り向いてはくれないというわけですね。その努力の甲斐あって宮中で使えるようになった水汲めは玉物前と名乗るようになりました。そりゃ数百年も生きてる妖怪ですからね、知識も美貌もお手の物です。すぐに鳥羽上皇に見初められ契りを結びますが、次第に体調が悪くなって病を患ってしまいました。原因も分からず人々は困り果てましたが、訪れた陰陽師の阿倍晴明がその原因は玉物前にあるといい、さらにその正体が白面金毛九尾の狐であると見抜いたのです。阿倍晴明の母親もお狐様と言われてますからね、九尾の狐の正体を見抜くなんて簡単だったんでしょう。しかし玉物前は驚きました。やれ日本にはとんでもない奴がいると驚き逃げ出したんです。でも妖怪といえどお腹が空きますからね、逃げ延びたナスので女子供を襲い食らったんです。それが鳥羽上皇の耳に入り、九尾の狐討伐軍が結成されました。那須野の領主であった須藤権の神定信を筆頭に名だたる武士が多数参加し、その数は8万にも及んだそうです。もちろんその討伐軍の軍師は阿倍晴明です。しかし相手は大妖怪、油断さえしなければそう簡単にやられる相手ではない。力自慢の武士たちは陽子の妖術に手も足も出ず、差し物生命でさえ退却せざるを得ませんでした。なんとか生き延びた武士たちは犬王者という狐狩りの特訓を行い、再び玉物前に戦いを挑んだんです。必死の攻防の末、九尾の狐を湯本に追い詰めた定信らは矢で弱らせた後首をはねて息の根を絶つことに成功しました。しかし死ぬ間際に正体を現した玉物前は人間たちに恨みの言葉を残し毒石となりました。これを殺生石と呼んだんです。殺生石は四重毒を吐き出し、周辺は荒れ果て生き物の住めない土地となりました。これを鎮めるために多くの仏僧がやってきましたが、力及ばず逆に毒気を当てられ倒される始末。しかし室町時代に
会津の元能和尚という瞑想が玉物前のたたりを断ち切るべく殺生石の破壊に成功しました。破壊された石は呪いの言葉を残し全国各地に飛び去りました。こうして完全には消えずとも殺生石の毒気も薄らいだのです。飛び散った石の破片は全ては発見されていないと聞きます。ある破片は福島県は会津高田町にある殺生石稲荷神社に建て祀られています。またある破片は愛知県は岡崎市に建て祀られている毒石となったそうです。他にも岡山県は勝山町にある化粧寺に建て祀られている殺生石や大分県はある民家に建て祀られている殺生石などになりました。そしてその石の破片がまた一つに集まった時、玉物前はよみがえり、今度こそ日本を食い尽くしてしまうと言われています。